皆さんこんばんは。HKT48 の地頭ねねです。本日も私のラジオ番組、ねえねえ聞いてるラジオエボリューションが始まりました。イエーイ。ありがとうございます。そうですね。では早速、近況か。最近なんだろうな。ハウステンボスのアンバサダーに就任いたしました。イエーイ。私個人というわけではなく、HKT48 だっていう形なんですけれども、この間その就任式に行かせていただきまして、で、そこでですね、なんと、年パスをいただきまして、それがまたね、顔つきなんですよ。私たちの今の壁写の写真を、あれってハウステンボスさんがつけてくださったんですか？あ、そうですよね。ハウステンボスさんがわざわざメンバー全員の壁写真を調べて、年パスにつけてくださって、で、ハウステンボス限定の、何ですかね、カード入れというか、IC、カードケースに入れてくださって、それを一人一個ずつプレゼントしてくださってて、もうなんかこれからね、もう、毎週のように通おうかなと思ってまして、で、ハウステンボス、その就任式の時に、いろいろ散策させていただいたんですよ。で、もうなんか、すごい景色も綺麗だし、一つ一つがなんていうか、心躍るものがたくさんあって、なんかもう、パレードとかもあったりとか、お花とかも綺麗だし、アトラクション自体もすごい楽しいし、なんか、めっちゃ充実した一日過ごしたわーって思ったら、帰り際にハウステンボスの方が、いや、今日はでも敷地の3分の1ぐらいしか回ってないですよって言われて、え？みたいな。今私結構全世界を見渡したような気持ちでいたのに、3分の1しか回ってなかったなんて、なんかこれからがすごい怖くなって、ハウステンボスって未知数だと思って。で、しかも、今回行った時は、お店をゆっくり見る時間がなくて、ハウステンボスって、チーズの城？城ですよね、あれって。お部屋というか。チーズの城、チョコレートの城とか。なんか、そういうお店がたくさんあるんですよ。限定、限、その専門店もたくさんあって。で、その中に、ワインとかもたくさんあって、そしたらなんか、ハウステンボスの方が、お酒好きですか？って聞かれて、あ、好きですって言ったら、なんか次、2週間後とか、これの放送日的には1週間後とかですかね。から、ハウステンボスが、バラ祭りが始まるらしくて。で、そのバラ祭りの日に、なんかもう何十種類ものワインも一緒に来るらしいんですよ。なんだその、なんかもう祝祭じゃないか、みたいな。どんなお祭りだ、みたいな。もうすごい楽しそうなお祭りがあって、それを聞いて、え、めっちゃいいですね、みたいな、え、呼んでほしいです、って言ったら、え、もう絶対呼びますね、みたいな。なんかそのハウステンボスさんと、前にあった女子旅動画とか、皆さん多分見てくださってると思うんですけど、そういう動画もハウステンボスさんで撮らせていただく予定があるみたいで、で、そのお祭りの時とかに、その誰を呼ぶか、みたいな。どのタイミングで誰をチーム分けするかとか、やっぱ、あれって結構運命がもう、運命にこう導かれるままなわけですよ、私たちは。でももう、ハウステンボスさんが、あ、本当ですか？じゃあ、バラ祭りの日、決定ですね！って言ってくださって。なので、バラ祭り、かっこワイン祭り。実は私、あんまりワイン飲んだことないんですけれども。ハウステンボスでワインを楽しめるような大人になりたいなって小さい頃から夢見てたので、ぜひね、まあ、もしかしたら動画にはならないかもしれないですけれども、動画にはならないかもしれないんですけれども、まあ年パスをブンブン振り回して、ハウステンボスに大人な楽しみ方をしに行くのが私は今すごく楽しみです。まあね、これからね、どんなことをハウステンボスさんとできるのかすごいワクワクしているんですけれども、皆さんもぜひ情報をお楽しみにしていてください。それではタイトルに行ってみましょう。地頭 NN のねえねえ聞いてるラジオエボリューション。
改めまして、皆さんこんばんは。 HKT48 の自藤エネです。本日も私のラジオ番組、ねえねえ聞いてよラジオエボリューションが始まりました。ありがとうございます。いやね、私はね、もう早速話したいお話についてのお便りが来ておりますので、皆さんからのメッセージを読みたいと思います。ラジオネーム、お姫坂通りさんからです。ありがとうございます。自藤さんこんばんは。4月23日のお話し会で初めてお話できました。自藤さんが最近髪を染められたこともあり、かっこめちゃくちゃ似合ってます、かわいい。自分の推し、かっこ元メンバーの上島楓さんが髪を染めてまた可愛くなったと話していたところ、すっかり東京の女になっちゃったねーと SNS の文章から想像していたような自藤さんらしいユーモアのある返しで楽しかったです。余計なお世話かもしれませんが、ミネラジシャープさんで一人喋りに対する苦手意識について話されていましたが、初対面の自分に対してもこんな返しをしてくれるし、あまり意識しすぎず自藤さんの感性で思ったことを話してくれたら、自然と面白くたくさんの人が聞いてくれるラジオになるんじゃないかなと思っています。シャープ4も5も6もこれからもずっと自藤さんの声を聞ける時間を楽しみにしています。ありがとうございます。すっかり忘れてたんですけど、髪染めました。どうだった？私が喋りたかったの後半だったんですけど、どうだ、私髪染めました。もうありがとうございます。皆さんね、もうね、すごい褒めてくださって、なんか本心かな、私に洗脳されてるんじゃないかなって一回に、これのここが良くて、でこの色のここが似合ってて、でこの色とこの色も似合うと思うんだけどとか、もうたくさん褒めていただきまして、今絶賛図に乗っておるところなんですけれども、これからもたくさん図に乗るくらい褒めてくださると嬉しいです。そしてですね、ちょっともう一つ、ラジオネーム、白米もりもりさんからです。ねねちゃんこんばんは。ねねラジが始まってから毎週金曜日が待ち遠しいです。アップされたら1回ではしっかり聞いて、それ以降は作業用 BGM として化粧の時やお部屋の掃除の時などに聞いています。一人喋りは大変だと思いますが、これからも応援していますということです。ありがとうございます。もうね、私が前回前々回とネガティブを爆発させてしまったがばかりに、もうね、普通歌うこのここに来るメッセージもそうなんですけれども、もうオンラインロング握手会がね、もうみんなのね、ねねちゃん励まし大会だったんですよ。でね、コメント欄ね、 YouTube のコメント欄見てもそこでもね、もうねねちゃん励まし大会が開催されているわけですよ。もう心が苦しい苦しい、もうなんかもう違くて、もうそんなみんなに心配してほしいとか心配させたいわけじゃなくて、もう本当私の中で一人で反省していることなんですけれども、もうね、もうそんなことないよ、一人で喋るの上手だよ、でも一人で喋るの大変だよね、そうだよね、でも頑張ってるね、ねちゃんは素敵だよ。本当にもうなんか図に乗るとか、なんかもう嬉しくてたまらないっていうのを通り越して申し訳ないぐらいの皆さんね、褒めちぎってくださってね、本当にありがとうございます。なんか挙句の果てにはですね、ねねちゃんは優しすぎるよ、ファンをもっと雑に扱ってもいいんだよっていう謎のフォローを入れていただいたこともありまして、まあ、雑に扱うということはありませんけれどもね、皆さんとの新しい関係性を見出せるラジオにしていけるようにですね、私もね、一人喋り苦手とも言いつつ、皆さんとの関係も大事にしつつ、ちょっと雑に扱ってみよう。嘘ですよ、本当嘘ですけど、はい、ちょっとね、なんかもっと自分らしく楽しくバサバサ毒舌も入っちゃったりできるようにこれからも精進してまいりますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
はい、そんな感じですかね。本当に、ね、皆さんね、もう優しい方ばかりで毎日毎日涙が出そうなんですけれどもね。皆さんからのお便り、いつも楽しみにしておりますので、どんなことでもいいのでメッセージお待ちしています。では、本日もよろしくお願いします。48トットートチャンネルをキーステーションに配信中、自動エネネのねえねえ聞いてよラジオエボリューション。HKT48 の下野由紀です。下野由紀のナイトトーキングルーティーン、自分らしく楽しく話しています。毎週土曜日22時に HKT48 トットートチャンネルで配信中。あまり構えずに軽い気持ちで聞きに来てください。HKT48 の時田智香です。ハッシュタグもかの音ファーストトーク、いろいろ喋ってます。ここでしか聞けないことも喋っちゃってるかも。毎週月曜日22時に HKT48 ドットドチャンネルで配信中。みんなからのお便り待ってます。自動エネネのねえねえ聞いてよラジオエボリューション。それではここからはこちらのコーナーに行きましょう。ねえねえ聞いてこちらの企画は、私がショールームラジオで行っていた企画の進化版になります。相談から雑談まで何でも大丈夫です。とにかくねえねえ聞いてってことを送ってください。ということで、たくさんお便りありがとうございます。早速紹介していきましょう。ラジオネーム浦野ドラオさんからです。ねねちゃんどうも。あ、ねえねえ、ツアー初日夜公演の天秤の歌すごく良かったです。いい歌声を聞くと鳥肌が立つ、得意体質の私の体に鳥肌がゾゾッときました。ねねちゃんの歌声もっと自信持って大丈夫よ。いい歌声ありがとうございました。ありがとうございます。あのね、これもね、本当にたくさんたくさん皆さんに褒めていただきまして、というのも私、あの本当に本番、夜公演が始まる直前まで、あのお菓子を買ってもらえなくてダダをこねる5歳児のように泣きじゃくってたんですよ。あの歌えないと、もう私はこの歌を歌えない、歌いたくない、もうどうしたらいいんだ、でももう本番が始まってしまう、歌うしかない、そして天秤の歌を歌わなきゃ、あーでも歌えない、どうしようどうしようと思ったら、リハでめちゃめちゃ大きな間違いをしてしまいまして、それもまた大きな傷になりまして、めちゃめちゃ泣くっていう感じだったんですけれども、もうね、エルタンさんがね、一緒に歌ってくれたエルタンさんが一緒にずっとつきっきりで練習してくださって、もう開演、夜公演の開演まで本当に時間がなくて、でも開演1時間前とかまでずっと練習してくださって、でまた開演直前に集まってまた歌ってくださったりとかして、もう本当に助けられまして、でそしたらですね、あの新しいマネージャーさんがいらっしゃるんですけれども、あのその方も、その私とエレタンさんがリハが終わってから全然帰ってこないから、こう探しに行ってくださって、で 私がすっごい泣いてて、でそれをね、あの舞台袖の着替え場でエレタンさんと2人ですごい泣きながら練習してたんですけど、結構15分20分ぐらいずっと2人で練習してるところに、もう存在も気づかないぐらいに、もうちょこんってあの体育座りして、あの無言でずっと待ち続けてくださいまして、であの終わった後にね、あの終わった後で、その練習が終わった後に、いや本当本当上手なんで自信持ってください、いや博多吸血鬼もすごいかっこよくて好きです、あの応援してますみたいな、本当すごいんで頑張ってくださいって、本当にね、もうめっちゃなんかもうね、気遣わせてしまって申し訳ないって思うような、言葉をくださったんですよ。でもそれもすごい励みになって、
で本番すっごいうまくいったんですよ。で本番うまくいったなと思って、よかったよかったと思ってはけてきたら、もう一番最初にそのマネージャーさんが、いやマジでよかったです、もう本当によかったです、もうめっちゃうまかったですみたいな、もうめっちゃ褒めてくださって、ありがとうございますみたいなっていうことが、まあ、ありまして、それをねこの間のお話し会でファンの方にその話をしたんですよ。まあ、こういう新しいマネージャーさんとこういうことがあってっていう話をしたら、まあ、聞こえてると思ってなくて、マネージャーさんにすごい大きい声で喋ったら、聞こえてたらしくて、そしたらねまたそれで気を使わせてしまったらしく、あれは気を使っていたわけじゃなくて私の本心です、なので本当に自信を持ってほしいです。もうね、無限ループ無限ループでお互いに、いやもうそんなことないです、いや本当にすごいです、いやいやありがとうございますっていうやり取りをしておりましてね、もうなんて平和な世界だと私の周りにはこんなに私のことを肯定してくれる人がたくさんいて、本当に幸せだなと改めて実感しました。いつも応援ありがとうございますはい、もう皆さんたくさん褒めてくださって本当に嬉しいです、ありがとうございます。ラジオネーム南国にコンビニさんからです。今通勤中の電車でこのお便りを書いています。春って本当にいくら寝ても眠くならないですか、ね、春って本当にいくら寝ても眠くならないですか。ねねちゃんは眠くて眠くてしょうがない時や、どうしてもやる気が出ない時はどうやってやる気を出していますか。そうですね、これ今日がお昼から夜にかけてもうずっとフリーレッドレッスンとリハを今日やっておりまして、もう本当に最後の方は自分寝てるんじゃないかなってぐらいに意識朦朧の中踊ってたんですけど、私そういう時やるのが逆に暴れてるみたいに踊るんですけど、逆に本気でもうなんかもうそんなことしたら隣の人にぶつかっちゃうよみたいな、ふざけてんのか本気で踊ってんのかの間みたいな、めちゃめちゃ雑って言ったらあれなんですけど、逆に本気を無理やり出して、本気を無理やり出すっていうふざけ方をするっていうのをやってるんですけど、そうするとなんか自分こんなに疲れててこんなに眠たいのになんでこんなに元気に踊ってるんだろうっていうので笑いがこみ上げてきて、すごい楽しくなってくるので、まあね、この方がね普段何をされているかというかは分かんないんですけれども、まあ、電車の中で眠たくなったら、通勤中なんで、まあ、お仕事ね、何のお仕事か分かんないですけど、まあ一回なんかもう自分で笑っちゃうくらい本気出してみるっていうのは結構おすすめだと思います。その分ね、なんかいつもの5倍ぐらい疲れちゃうんですけど、それはねたくさん寝ていただいて。では次、ラジオネームアザートさんからです。何でもいいと言っていたので本当にどうでもいいことを送ります。僕は無類のシュークリーム好きなのですが、ねねちゃんのおすすめのお店があったら教えてください。ちなみに日高の軟じゃこりゃシューは食べたことあります。あれ本当になんじゃこりゃっていうぐらいのボリュームですね、かっこわら。え、なんじゃこりゃ大福ってシュークリームあるんですか。知らなかったです。なんじゃこりゃシュー、なんじゃこりゃ、ちょっと調べよう。なんじゃこりゃしりゃ、キャッシュ、ほんとだ。私なんじゃこりゃ大、なんじゃこりゃ大福しか知らなくて、でなんじゃこりゃ大福しか食べたことなかったんですよ。てかそれしかないと思ってた。すっごいお店にも通ってたのに、しかも2005年にデビューって書いてある。ちゃんと書いてある。すごい、日高、ぜひね、お菓子の日高のね、ホームページを見て、皆さんにも見てほしいんですけれども、なんじゃこらシリーズ第2弾、かっこ、平成5年にデビューって書いてあるんで、ぜひ、皆さんも、ちょっとホームページ覗いてみてほしいんですけど、究極の週。知らなかった。いや、でかいですよ。こんなんだって、いちごも
クリームチーズも栗も入ってて、カスタードクリームも入って生クリームも入ってるんですよ。そりゃでかいに決まっている。私ね、シュークリームですか。シュークリーム難しいな。私もシュークリーム大好きなんですけど、おすすめか。昔よく食べてたのが、なんかどこのお店かって言うとわからないんです。ココハート?ココハートだ。ココハートっていう、あれこれ宮崎の、多分宮崎のお店だかな?これは。ココハートっていう宮崎にあるお店で、宮崎以外にあるかはちょっとわからないんですけれども、卵の、なんていうんですか、これ、なんか自撮りの鳥、わかんないや。ココハートは、鶏を育てているところから、直で卵を持ってきて、そのめちゃめちゃ新鮮な卵を使ったお菓子屋さんなんですけど、で今はあるか分かんないんですけど、昔はお店の外に卵の自販機みたいなのがあって、なんかカゴにいっぱい卵が入ってて、それが包まれてて、それがコインロッカーみたいな感じのところに入ってて、自販機みたいにお金を入れてその卵を買えるとかっていう感じだったような気がするんですけど、そこのシュークリームはすごい小さい頃たくさん食べてた記憶があります。もうなんかパリパリで、やっぱ卵の味が濃厚なのですごい美味しくて、ぜひね、この方どこの方なんだろうな。でもなんじゃこら大工食べたことあるって言ってるから、まあもしね、宮崎の方じゃなかったらね、宮崎にぜひ行ってコッコハートのシュークリーム食べてみてください。そう、すごい有名なところなんですよ。はい、もう山の途中みたいな50メートルおきに何か建物があるみたいな山の中に、いや私の記憶、小学校とか中学校の記憶なんで曖昧なんですけど、そこにあるすごい美味しい、多分ね、卵もすごい美味しいところなんで、ぜひ皆さん気になったら行ってみてください。はい、ということで、たくさんお便り皆さんありがとうございました。以上、ねえねえ聞いてでした。 HKT48 の市村愛理です。市村愛理の市村ジオ、私が一人で喋ってます。ここでは私の素を出しちゃってるかも。毎週火曜日22時に HKT48 とっとうとチャンネルで配信中。みんなからのお便り待ってます。HKT48 の馬場彩香です。宮崎園です。ファガーズのお部屋、2人でワイワイ楽しく話してます。毎週水曜日22時に HKT48 ホットホットチャンネルで配信中。みんなのお便り待ってます。HKT48 の石橋いぶきです。竹本くるみです。イブクルの休み時間、今日の日直はくるみです。毎週木曜日22時に HKT48 ドットアップチャンネルで配信中。はぁ、今日も疲れた。今日もっとそこのあなた、私たちのラジオで癒されちゃいましょう。地頭エネネのねえねえ聞いてよラジオエボリューション。さて、早いものでお別れの時間がやってきました。皆さんどうですか。前回前々回のブランクを経て改心した、構成したねえねえ聞いてるラジオエボリューション、これが本当のねエボリューションなんじゃないかなと思いますもうね、黒木さんが拍手してんのよズーム内で成長したようだって
先週から1週間ですごい成長したみたいです。よかった。1週間たくさんたくさん何もしてないけど、はい、そうですね。ネガティブモードダメですね。はい、ちゃんとね、あの自信を持っていろんなことを喋りたいと思います。皆さん、あのでもね、すべて本当に皆さんからのお便りにかかっておりますのであの本当に何でもいいのでね、あの日頃あったことだったり、ちょっと気になることだったり、まあ、それこそ握手会とか、あのツーショット会とかもありますの、あると思いますので、あったと思うし、これからもあると思いますので、ぜひね、私との話でもいいですし、全く関係ないことでもいいですし、さっきみたいにおすすめの何かを教えてほしいとか、そういうのでもいいですし、皆さんからのお便りたくさんたくさんお待ちしております。番組の感想やお便り、企画は番組専用の Google フォームから送ってください。また SNS でつぶやく際はハッシュタグヌヌラジでつぶやいてもらえたら嬉しいです。はい、ということで、もうね、今週はすっごいたくさん喋ってる気がするのでたくさんエピソードトークを早口で喋っていた気がするので、なんだかすごく充実感がありまして、もう満足したので今週はこれで終わりたいと思いますそれではまた来週金曜日にお会いしましょう。